日本全国及び192カ国地域の同志の皆様、また仏法学習チャンネルをご覧の皆様、すでにメディアを介し情報が行き渡っているかと思いますが、池田先生が95歳で両前へ旅立たれました。心よりお悔やみを申し上げます。突然の訃報を受け、最初は信じられない気持ちで受け入れることができませんでしたが、 あまりにも多くのメディアがこのことを取り上げ、学会公式としても動画が配信されていることに事実なんだと受け入れざるを得ませんでした。それと同時に相馬灯のように先生との思い出が蘇ってきました。私にとって池田先生は師匠であると同時に僧侶の父でした。母が一家を照らす太陽であるならば、父は 厳然と見守り、進むべき道を示してくれ、いかなる時も揺るがない富士でした。自然と涙がこぼれました。子供の習い事のため自転車に乗っていた時のことです。感情的になるなと言い聞かせながら涙を拭い、子供にはいつものように接しました。それから師匠が亡くなられた時、戸田先生が亡くなられた時の 池田先生を思い出しました。嫉妬渦巻く日本のメディアが口々に今後の未来、嘘の記事を拡散しました。ここぞとばかりに学会叩きを始めました。それでも弦として、富士のごとく悠々と、師匠なき後、一人立ち、学会を牽引されたのは、言うまでもなく池田先生です。泣くな、神戸をあげよ。 君たちがいれば、学会は盤石だ。あとは頼んだよ、大作。先生がそう言葉をかけているような気がして、悲しみに打ちひしがれていた自分が前を向くことができました。いつかは訪れるし、池田先生は私たちに全てを託され、これまで新時代の山本新一として進んできました。30年以上前を思い出してください。 あの頃は、電車の中吊り広告に、総科学会、また、池田先生の悪口が、乗らない日がありませんでした。見たくない、目を背けたい、週刊誌は、こんな嘘を書いて、と、心苦しい思いをしていました。しかし、今はどうでしょうか。世界中で歓喜の輪が広がり、師匠を専用し、理解が広がっています。 日本においても著名な方から参端の声が相次ぎ、書籍としても刊行され、かつ創造の思想は大きく浸透しています。今、このタイミングに乗じて、口々に不安を煽る記事やコメントが増えることでしょう。それでも、私たちが指定不にならば、何も恐れるものなどありません。師匠ならどうするか、常に、 自分自身にこう問いながら進んでいきたいと思います。生命は永遠です。先生はこれからも、牧口先生、戸田先生と共に、私たちの心の中に生き続けていきます。そして、新時代の山本新一として、それぞれの俗人間革命を書き残していきましょう。それが先生への法恩感謝だと私は思います。 池田先生、今まで私たちのために、世界中の人々のために、いつ、いかなる時も、信じ、励ましを続けてくださり、大変にありがとうございました。さて、先生の学会葬は、政教新聞にも掲載されています通り、11月23日木曜日、勤労感謝の日に行われます。各組織から、 連絡が来るかと思いますが、同時中継にて配信され、参列者は会員の方のみとのことです。おそらく皆様の事情を加味して、本部幹部会の同時中継と同様に、数日間に分けてとなると思います。地域により異なるということですので、お気をつけください。池田先生と最後のお別れ、施設や病院に入所、入院されている方や、 都合がつかず、行かれない方も、23日は世界中で、これ以上ない大木の温情を響かせて参りましょう。また、当日、葬儀や運営に携われる学会本部の皆様、有志の皆様、大変にありがとうございます。参列者も含め、全員の健康、無事故を祈っていきましょう。最後に、仏法学習チャンネルは、 今後も三代の偉大な先生とともに継続配信していきます。新しい光線ルフの形を想像しながら、月々日々に新人強く、今後ともよろしくお願いいたします。